はいどうも、サクです。今日は2021年9月23日木曜日になります。サラクうどんチャットの方始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めましてサラクです。今日は2021年9月23日木曜日になります。サラクうどんチャットの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の話題は、ハブさんですね。ハブさんから以前ですね、私話したことがあるんですけど、ZINO MINI PRO と言ってですね、海外では250g 未満で出てくる、ドローンがあるんですけども、日本版として 200g 未満でね出るということがね確実になりました。なので、今回はこちらのハブさんのZINO MINI PRO に関して今一度スペックの方をね確認してですね、皆さんとシェアしていきたいと思います。こちらがですね、ハブさんのZINO MINI PRO のねページになります。こちらのページに関してはこの動画のですね下の概要欄の方にリンク先を貼ってますので、そちらの方ですね、細かい仕様、気になる方はねご覧になってください。はい、ということで、こちらに書いた通り 250g 未満のですねドローンということで ZINO MINI PRO がね、ここではね、説明されてます。後でですね、下の方にスペック表がありまして、そちらの方でね、しっかりと日本版の方も200g 未満ということで出てますので、そちらの方ね、後でね、お見せしたいと思ってます。はい。で、1つ目ですね、CMOS サイズですね。こちら本当にね、1.3 分の1 CMOS センサーが乗るということで、結構暗い場所でもですね、はっきりとね、撮ることがね、できます。こちらちょっとですね、結構夕方の、ものになってますけども、結構その暗部のところもですね黒つぶれしないで、撮れてるということで、明るいところから暗いところまでですね、しっかり撮れるというようなね、ものがついてるということですね。1.3 分の1インチ CMOS センサーで、あと、どういう風なですねビデオ性能を持っているかというと、4K の 30fps までね、撮ることができます。 200Mbps の、ビデオビットレートをこちら持ってます。こちらですね、確か DJI のミニッツとかだと 100Mbps なので、それ以上のものの、ビデオビットレートでね撮れるということで、かなりねスムーズに撮れる。結構その情報量としてはね結構大きく撮れるんじゃないかなと思ってます。あとメモリーが 64GB のやつと、あと 128GB のメモリーがね出るみたいです。あとはねオンラインに簡単にですねシェアリングがねできますよということになってます。はい。あとナイトモードです。こちらもですね、やはりCMOS センサーサイズがですね大きくなったんですね。ナイトモードもね結構綺麗にね撮れるというようなね感じになってますね。あとですね、HDR、こちらはですね、DJI の方でもね、撮れるので、HDR にね対応されているということで、ハイダイナミックレンジですね、そちらの方にもね対応してますよということになってます。あとこちらはですね、DJI のミニシリーズにはついてないもので、ちょっとね大きいポイントだと思うんですけども、3方向のですね障害物回避センサーがついてるっていうところがね結構特徴的なのかなと思ってます。なので、かなり初心者の方でもですね安心して飛ばせるような機体なのかなというようなことになってます。こちらはですね、下にですね LED ライトがついてるんで、夜にね撮影する時もですね、下を照らし出してくれるので、安心してね使えるのかなと思ってます。あとここもね大きなポイントだと思ってます。AI のですねトラッキングモードがねついてるということで、結構ですねここら辺要は動物とかですね、あと人とかですね、あと車とかそういうものとかですね、ちゃんとそのトラッキングしてくれるんですね。こちらは結構大きなポイントなのかなと思ってます。どのぐらいですね優秀なものがついてるかっていうのはですね、実際ZINO MINI PRO をね使ってみないとわからないことなんですけども、この結構ですねトラッキングモードがね、この日本版だと 200g 未満のドローンなんですけども、そういうものにですね、ついてくるということでは結構ね大きなポイントなのかなと思ってます。あとねインテリジェントバッテリーということですね、安全性にもねちゃんと配慮してますよということですね。はい。あと、こちらですね、飛行時間、海岸版だと40分飛ぶみたいですけど、日本版だとね、15分ということですね。あと、ホバリングの場合はですね、37分間ホバリングすると。これが風がない時にですね、37分間飛ぶということなので、日本版だと多分これで考えれば大体、11分か12分ぐらいはホバリングできるんじゃないかなというふうにね、考えられます。あとこちらですね、ビデオ伝送に関しては、これね、10kb1080p の 30fps で 20Mbps でね、ビデオ伝送できますよということなんですけども、日本版の場合はここの 10kb のとこが 4kb になって、あとは一緒ですね、ということになります。ズームですね、ズームに関しては、ハイブリッドズームということで、6倍までですね、ズームすることがね、可能になってます。ということでですね、ここから下はですね、主な、もうちょっとね、細かいね、仕様になってくるんですけども、先ほどのね、エッセンスを取り出したいと思います。サイズ的にはですね、多分これ、DJI ミニシリーズと同じぐらいのですね、サイズなのかなと思ってます。で、ここで見てください。重さですね。はい、テイクオフするための重さということで、海外版はですね、249g ということで、こちらもですね、日本もね、発売されます。中国、ヨーロッパ、アメリカ、日本ということで、249g 版っていうのもね、発売されるみたいです。こちらですね、日本の版として特別に出てきたのはこれ 199g ということで、こちらもね、合わせて出ますよということになってます。はい、あとですね、速さに関してはノーマルモードですね、秒速 10m、スポーツモードでですね、秒速 16m で、飛ぶみたいです。はい、でこちらですね、フライトの、飛行時間の方なんですけども、40分でね、日本の、場合は、15分ということに、なってます。で、先ほどね、CMOS センサーね、1.31 分の1 CMOS センサーということで、ね、こちらね、結構大きめのね、センサーがね、乗ってて、レンズのですね、結構 FOV もね、84度ということで、なかなか、広角でね、撮れるようになってます。4K30fps までね、撮れますよと。あと、シャッタースピードですね、3秒から8000分の1秒ね、対応しているということで、結構ね、短いスパンのですね、8000分の1秒でね、パチャってね、撮ることもね、可能だということですね。あと、ビデオのね、ビットレートがですね、200Mbps までね、いけるということで、ここもね、結構ね、大きなポイントなのかなと思ってます。で、ビデオフォーマットは MP4 で、H265 でね、録画できるように、ねなってるみたいです。あとはね、ビルトインで、64GB と 128GB のね、2つのね、シリーズがね、あるということになってます。で、伝送距離ですね。こちらも書いてある通りですね。日本の場合は 4kb まで対応というふうになってます。はい、ということで、以上ですね、ZINO MINI PRO の、スペックをね、紹介してきました。で、日本版もね、出るということで、こちらですね、DJI MINI、使ってた方もですね、ハブさんも選択肢に入ると。いうことで、なかなかですね、選択肢もね、広がってね、いいのかなと思ってます。ハブさんもですね、結構いいドローンをね、結構いろいろと作ってくるので、非常にね、楽しみではね、あります。あと、価格とリリース時期に関しては、ちょっとね、まだ、日本版がいつ出るかっていうのは、まだちょっとわからない状態です。近いうちにね、スペックの方のところにも入ってますので、日本版として出てくるのは確実なんですけども、近いうちにね、出てくるとね、思われます。はい。また、出た時にですね、雑談という形でですね、皆さんと、情報シェアはね、したいと思ってます。はい。ということで、今回は、ハブさんのZINO MINI PRO、日本版が出るよという話をね、しました。ではですね、次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。